どもども、あかねちゃんやで。ようやく晴れたからな。カメラのテストをもう一度するで。ちなみに使用しているカメラは、カメラではなく、Google Pixel 7 Pro のスマートフォンやで。今まで、2万円でお釣りが来る。携帯電話ばかり使っていたからな。握っているだけで緊張して、変な汗が出てくるで。ほんまに。ちなみに、現在1倍やで。ちなみに、46インチ 4K ディスプレイだと、この状態でも普通に見えるで。1倍は結構綺麗に映るな。携帯電話の動画機能は、ひどいこと多いからな。さすが高いだけのことはあるで。ほな、1回目のローパス行くで。倍率は引き続き1倍やで。意外なことに、アフターバーナー電飾も認識できるな。2倍やで。明らかに画質が落ちたな。これは晴れていても厳しいで。望遠も中途半端やし、2倍は使い道ないかもな。ほな、2回目のローパス行くで。次5倍ですか。5倍やで。拡大エフェクトが入った後に急に画質が良くなるからびっくりするな。ほな、3回目のローパス行くで。約10倍やで。 9.2 ですけど、もちろん正確には 9.2 倍らしいで。すでに絵が溶けているな。晴れていてもダメやな。ほな、4回目のローパス行くで。大きく映るという意味では2倍よりは使い道ありそうやな。5倍やで。だけどやっぱり5倍でいいで。このカメラ、微妙に欠点があって、ピントに迷うと、近いところでピントを待つような傾向があるで。ピントに迷ったら、無望遠で待機してくれるとありがたいんやけど。まあ、本来の用途じゃないから、仕方ないな。そうは言ってもな、普通の人が、この望遠を何に使っているか、結構気になるで。露出は、全体を見て、中心は特に優先したりしないみたいやな。順光だと飛行機真っ白で、逆光だと飛行機真っ黒に映るな。まあ、個人的には、背景重視でいいと思うで。気がついている人もいると思うんやけどな。現場でもうちが喋っていて、ここでもうちが解説で喋ってるから、うちの声が二重に聞こえてる気分になるらしいで。ダブルクワマドス。
この飛行機、発砲のアバンティ S なんやけど、めっちゃよく飛ぶで。安くはないけど、希少性もないから、練習用にはぴったりやで。5倍のまま？着陸やで。あらほな、高評価をよろしくな。